こんにちは幸福の科学の皆さん、今日ポストにまた入れてくださったみたいですね早速読みましたよためになりますこの世とあの世というね小さなこの薄いブロシュアが一番読みやすいんでこう読んでいたんですけどもどれだけ否定してもあの世はあるという風にね書いてますまああの世ぐらいはあるでしょうあの世がねどんな世なのってことなんですよねさあここにはですね古典的な 天国地獄みたいなことが書いてますけどもなぜか天国のことは書いてないんですよね地獄のことだけ書いてあるんですよ地獄結構詳しいですね行ってきたんですかまあ、地獄に行ってきて帰ってきたとしたら地獄で苦しんでる人を見て見ぬふりしたのかなっととんでもないやつですねまあその地獄ってのはどんなところなのかってことで古典的ですけどもここに書いてますんでちょっと読ませてもらいますね、えー、例えばね血の池地獄ってのがあります 血液型を大型させそうですね。血の池地獄。現代社会では血液が足りないんで、この血の池地獄から少し融通してもらえないもんでしょうか。そしたらね、だいぶ助かる人がいるんですけどもね。それから灼熱地獄。メラメラと嫉妬の炎を持って生きた人が重く焼けつく砂漠のごとき世界。なんかね、燃えてるらしいです。エネルギーは何でしょうね。それか燃えると熱いじゃないですか。 暑いとね嫌ですよねうんこれ酸素はなくなるんじゃないですかでも燃えすぎると酸素がねこう炎と結合して CO2 になっていくわけですから、うん、空気足りなくなって酸素欠乏症になります一酸化酸素中毒ですよどっちかっついうとそっちの方が苦しそうですよね次無限地獄間違った思想を広めた人は誰もいない洞窟や沼など真っ暗な世界に隔離される 洞窟わざわざ作ってくれたんですかね、こういう人のために。でも、真っ暗で誰もいないんだったら、なんでそこに人がいるって分かったんですかね。誰か行ったんじゃないですか、これ。無限地獄ね。大変ですね、こういうところもね。真っ暗な洞窟だそうなんで、どうかね、落盤しないように祈るだけでございます。はい。というところで、こういう地獄には落ちたくないな、というわけなんですけども、どんな人が地獄に落ちるのか。例えば、欲深い人っていうのが地獄に落ちるやすいですよ。 欲深いお腹がすいた300円のお小遣いが欲しいこういうのは全部欲深い、まあ、そういう範疇に入ります自分の利益優先で独占欲も強い、うん、自分の利益優先しちゃダメなんで例えば宗教団体が他の宗教団体に入信することを歓迎して自分のところの宗教団体に優先的に入りなさいっていうのはこれ独占欲が強いってことなんですかね自分の利益優先ってことですからね、はいえーで 神ももあの世いいいないという考え方の人もダメだそうですあの考え方って人は変わるんでね一瞬でもこういう考え方を持っちゃいけないのかなとそしてなんかね名指しされてますよマルクス立花隆いやマルクスは確かに神もあの世もいないっていう,うに書いてますけどもあれマルクスが書いたかどうか分かってないですからねマルクスさん自身は信じ深かったんじゃないかなと思いますけどもねどうなんでしょうかねはいで まあ地獄があればやっぱ天国があると思うんですよ。で天国のことについては書いてませんけども仮にですよ。まあ自分の大好きな人がね、地獄に行きました。自分自身は天国で本当に夢のような暮らしを送ってます。これって天国ですかね毎日毎日大好きな人が地獄に行って苦しんでるのを想像しながら天国で何が楽しいんですかねそれともそれを楽しむのが天国なんですかねいやー自分だけ天国に迎え入れて よかった地獄に行ったやつはまあ適材適所だよねそれじゃあ岸田総理じゃないですか。ということで、この世とあの世、非常にためになる本でございました。ありがとうございました。